ゲームやエンターテインメント分野で盛り上がりを見せる VR バーチャルリアリアティ仮想空間での体験は今より実感を伴って体験できるようになってきたしかしその技術は労働災害防止や技術継承の現場でも注目されている神奈川ビジネスアップトトゥーデイ今回は30年以上にわたりコンテンツ開発を続けてきた VR のパイオニア企業を特集。 今、VR の技術はどこまでのレベルなのかこれからどのような未来をもたらすのかその可能性に迫る。 現在盛り上がりを見せるゲームやエンターテインメント分野だけでなく産業向け市場でも注目されている VR 特に安全教育技術継承の現場で効果を発揮しているという労働災害の死亡数は年間およそ1000人また休業4日以上の死傷災害は12万人に及んでいる。 こうした危険な環境や作業現場を再現しシミュレーションによって安全教育を行うのがセーーフマスターだリアルな空間デザインや実際の作業をさまざまな仕掛けで再現全国の企業工場からの依頼が絶えないという開発したのは1987年に横浜で創業したソリッドレイ研究所 i. T. の黎明期に、その産声を上げた。スタジオに迎えるのは、神戸正幸社長。内田優子が、このセーフマスターの一部を体験する。よろしくお願いいたします。はい。はい。では、まず。ちょっとつけてもらっていいですか。はい、お願いいたします。いや、一体何が体験できるのか。全くわからないんですが。つけていただいて。います。 何かこれは。なんかこう缶のような中にいる。イメージですね。はあ、あ、なんか上に天井があって、これはなんかパイプですか。いやー、なんか不思議な世界ですね。も<う>もこれまで見たことのない世界ですけど、なんかすごくこう、ええ、井戸の中にいるイメージです、ね。そうですね。で、ちょっと目の前に手を出してみてほしいんですね。ちょ、はい、っ,っと。 自分の手が何か見えますか見えますちょっとこう目の顔の前に持ってきてみてもらえます顔の前に持ってきました、ね、ちょっと指動かしてもらえますはい動いてますの指のように動くんですねええー、これはでも自分の指じゃないんですか はすっごく不思議な感覚ですね、はい、で、これからもっと不思議な体験しますが右手を青い枠ちょっと入れてみてほしいんですねはいあっはっ何 <laughs> <の>か怒りましたか痺れましたよええ体が痺れましたそういう体験ですねうわー、びっくりしましたね次はなんか四角いの見えますか黄色い四角が見えます、はい、そこに今度ゆっくりピア,ノピアノを弾くように両手を出してみてくださいはい はいあで切れちゃったんですよちょっと指見てもらえます<ー>切れたところを、えーえー、自分の方に向けて断面を、はい、うわーこんな断面なんですねそうですねこれはもうリアルなんですねリアルですね<の>、えー、あ指が落ちてますよえー、怒ってますえー、うわーあのゾッとしましたえー、そういう体験を経験するのがこのシステムですねはー よく分かりましたっていうかすごくこうか感じますね。そうですねそれは、えー、これは恐怖を体験してもらって、はい、その安全な工場とかで安全な作業をしてもらうための<ー>、えー、教育用の,そのアプリです。 VR っていうものが、ね、その労災労働災害の、ね、抑制につながる使い方をするっていうのは、ええ、改めてこう意義深いなって思いましたよね。やっぱりこう本当に体験しちゃったら手が取れちゃったりするわけですからシミュレーションでやるっていう。 なるほどと思ったんですけどね実際こう調べてみると労災っていうのはもう死亡事故っていうと年間1000人、ええでまあ、休業4日以上の死傷災害って12万人もいるんですってね、ええ、じゃあその一つのアイテムとして VR っていうものをっていうのが非常に効果を出している、ええ、出してますねこの4,5年非常に注目されて、ええ、こういう体験をさせたいっていう依頼が来るわけです、ええええ、例えば ビルの工事現場から墜落する体験をさせたいとか。手がなんか巻きまれ、機械に巻き込まれて潰れてしまう体験をさせたいとか。まあ、そういうお話相談が来て、で、みんなで話し合って、どうすればいいかを考えて。システムを作ってお入れします。でも、やっぱりそういうユーザーのニーズですよね。そのこういう体験をさせたいっていう。背景にあるものっていうのは。 どういういことなんでしょうかね多分そういう教育ってずっとしてると思うんですよね。昔からやってるんですよね、えー、で安全教育の教本とかを作って、えー、やっぱ配るわけですけど、えー、やっぱりあんまり効果ないというのがあって、えー、である時じゃあ実際に事故の体験をさせた方がより頭に焼き付けられるんじゃないかと事故の怖さが、えーえー、っていうところから始まったんですよねこれ。 そのすごく現場の事故減ってきてますよっていう報告っていうのは出てきてきいるえっと、まあ、5年ぐらいのスパンですけれども、うん、まあそういう報告を受けて、うん、一番すごいいいなと思うのはうん、うん、あるやっぱ大きい 大手企業さんが買うわけですよ日本全国に工場を持ってるとか、はい、と最初の工場で試しに納入っていうか買われるわけですよね、はい、でいいから日本全国に入れたいってリピートオーダーがくるわけですそれはもう確かなものですよね、ええ、もうじゃあこの分野もまだ伸びていく今ものすごく伸びてると思います。 でもやっぱりその今人手不足じゃないですか現場ってちょっと怪我してね離脱されちゃうと本当にこうね貴重な人材失っちゃうしやっぱりその労災が起こるとその企業側に払う保険料であるとかいろいろとねやっぱりこう指導も入るしやっぱそこはすごくこ,うこれから力を入れていくというところなのかもしれませんよね。みんなながハッピーになる まあそうは言ってもこの VR っていう世界はあのそれだけじゃないさまざまな多様なところにニーズがあってここからますますねあの広がりを持っていくっていう意味では非常にこう新しい面白い分野だなっていうふうに私は思うんですけれどもまあそもそもですねあの神戸さんがこのソリッドレイ研究所を立ち上げた32年前ということなんですけどもまあなんでこの分野に注目されたのか何だったんですか あのまず32年前っていうのはもちろんネットもないし携帯もないし今みたいな薄型テレビでもない四角のモニターだったんですよねそういう時代でパソコンも実は出てきて45年しか経ってない時だったでもまあコンピューターの技術は結構進歩してると言われてたんです30年前。でいわゆる3次元処理3次元ってありますよね。 コンピューターの中で3次元の計算をいろいろやるようになったんですよ32年前。うん、で例えばこのコップを作りますコンピューター。はい、とこのコンプができたよって言ってその結果を見るのがモニターというこのモニターで見ますよね、はい、テレビ画面で。えー、これが2次元なんですすモニターというのは平面ですから、えー、でおかしいなと思ったんですよ。うん、コンプ コンピューターの中はせっかく3次元でできてるのにそれを見るのがモニターなんですよね 2>,、はい、2次元なんですよね。はい、と3から2ですすからね、はい、1> 1減ってるわけで,す <laughs> <い>で何かが漏れてるはずだと。<ー>でまあこれで困ってる企業があるだろうと。はい、なのでコンピューターの中の3次元のデータは。 この目の前の、その三次元で、こうやって見るべきだと。で、それをなぜやらないんだろうと思って。はあ。非常にシンプルな。もうめちゃくちゃシンプルですね。ところですよね。三 <laughs>、ええ、次元で作ったものを三次元で見られないとおかしいじゃないかっていう。それで困るよね。で、それに困ってる企業が絶対あるはずだということで。うん、で、それやってる企業もなかったの、他に。ええええ、これはいけるかなと思って、会社を作った。ええ まあ、まず、コンピューターの三次元のデータを、この空間に映し出すっていう装置を作ろうと。いうことで装置は、作ったんですね、すぐに。で、ものすごく,く運が良かったのは、ある自動車会社から、いきなり電話が上がってきたんです。会社作って、三週間目ぐらいですかね。三週間。たった三週間です、ね。もう名もない、小さい会社、六人の会社ですから。 でいきなり大手企業っていうか大会社の自動車会社の研究所から「立体映像の専門の会社ができた」という話を聞きましたとあ。待ってましたということですかと言,言われて見ていただいていいもうその場で買うって言われてじゃあもうそれ読み通りじゃないですか絶対困ってる待ってるお客さんがいるっていうその自動車会社は何に使いたかったんですか そう車の新車の開発でボディー作りますよねこうボディーをと走ってる時空気が周りを流れるわけですね、えー、その空気でこうぐる,ぐるぐるぐる乱流が生まれるわけですね空気の流れだから、えー、それは普通のモニターでは分からないとうん、うん、立体映像でないと分からないというニーズでした。それはちゃんとこう 可,可視化できたんですでききたたましたもうでもまあそういうところから始まって、まあ、3D だよっていうところでそういうものを立体的に見えるようにしてで今32年経ってもう VR っていうね、はい、世界が展開してこれはこうどんな進化を遂げていってお客さんというものニーズっていうものがどんなふうに変化していったのかということをちょっと分かりやすく簡単に聞きたいんですけども。ももう簡単に言うと、うん コンピューターの,の中にある3次元データが目の前の空間で見れますよというふうにそういうベンチャー企業ベンチャーって言いませんけど30年前はそういう企業ができてっていう記事になったら自分たちも3次元データ持ってるとでそれをぜひ見たいというか我々の装置を買いたいという問い合わせが日本全国から来たんです。でいろんなデータを立体映像で見れるようにしてったんです。 お客さんっていうかまあ人間ですから、はい、欲望は深いわけです。人間は目の前でこう見えるようになったじゃないですか。はい、そうすると今度は触りたい、あ<ー>こもって動かしたいとこうおっしゃるんです。でそれはまた面白いんであの特殊なグローブ買ってきてこう掴めるようにしてあのコンピューターの中の三次元データをく掴めるようにして。 えやってったわけですで知らない間にそれがバーチャルリアリティだったわけですね近年では一つのバーチャル空間に複数のプレイヤーが同時に入り込むネットワーク機能を持ったコンテンツも開発遠隔地からでもそれぞれが同じ空間を体験これによってもたらされる可能性は大きい すごいんだなと思うんですけども例えばそれはどういうところで使ってみんなが喜ぶものになっていくんですかどうなん、ま、ず企業でいうと共同作業の訓練、えー、例えば3人で組んで1人リーダーがいて、えー、例えば電車の工事をやってると線路の 1>、うんうん、と1人リーダーがいて電車が来るかどうかは見張ってる。うん、もう1人が なんかコードを持っててあげるでもう一人が棒で支えて何かやるとか三人組でないとできない作業ってあるわけですよねはい。それを三人で同時にその作業の訓練ができるわけですああ、なるほど今まで一人でこういうことやったら危険だよっていう一人シミュレーションだったけれどもやっぱりその作業って別にすべて一人なわけじゃないですよねええ そうかそれでみんなで体験したときにこの人がこういうことやったらこの人にこんな影響が及ぶされるんだよそうお互い人間同士でそれができるこれ今までできなかったなるほど多数でその一生の空間を共有できる、うん、これ今何人今のデモは三人ですけど技術的には五人ぐらいまでいけるかなと思ってるところですはあ。でもこれもっともっとすごいことになってくると例えばスポーツとかを みんなでででこう本当にるできるでしょうね、うん、100人ぐらいはしかも世界中から参加できる <laughs> バーチャル空間での体験が経験になりうる日も近い技術の進化とともに多くの可能性を秘めている VR しかしその未来には多くの懸念もある人間の感覚・存在を VR はどう変えていくのか これからし今回はでもどうなんでしょうねあのいろいろなあの未来に対してのこう皆さん心配どんな未来がやってくるんだろうっていう,こう未知の世界に入ってくるとやっぱりこういろいろな不安もある中でそのバーチャルリアリティというものが先ほどおっしゃったこれはもう リアルルとバーチャがが境目ななくなってきてきじゃあ人間に及ぼす影響ってどんなものがあるんだろうなっていうようなことを考えるわけですけども、うん、神戸社長としてはいいところ悪いところなんか両方やっぱり合わせ持ってるんだろうなっていうのがすごくこうリアリズムだと思うんですが、うん、どう思いますどんななようにやおっしゃる通りですよ悪いところもあるわけでただどう影響するかはもう全く想像できないんですよ。うん ただひょっとするとバーチャルがどんどん進歩していって多様化していったら法律とかにも影響してくる可能性は十分にあると思ってます。例えばどういうようなものが法律にこう触れてくるであるとか、ちょっと人にはこういうところはあまりいい影響を及ばさないんじゃないかっていうふうに思います。具体的にーバーチャルリアリティの中であの遠隔地に自分のアバターのようなロボットを置いて。 その人が例えばパリを歩き回るとかっていうプロジェクトもあるんですよ今うん、うん、自分は日本にいるんだけどこれをかぶってロボットがパリの街中を歩いてるわけですこれもバーチャルリアリティなんですけど、えー、例えばそのパリにいるロボットが万引きしたという時はそのロボットが捕まって刑務所に入るの 本当にそれでいいのかな。<laughs> その意思を持って人間は別に何もね。もっと言えば殺人になった場合どうなるんだとか、だからそういう例えば例えばの話です。例えばの話です。でその実体験というものがね我々の中ではそれが本当に大切だって思うんですけれども、そのあたりが曖昧になってきて、いやバーチャルだけどもう自分体験したよっていうことになってくると、どんな価値が 損なわれる可能性ってありますかね経験って一体何なんだろうっていう問題にもうすぐぶつかる気がするんですよ、うん、VR を通してーバーチャルリアリティは体験を経験するコンピューターを使って体験を経験するんですね日本の場合バーチャルという意味 をまあ英語ですけどその意味を間違えてどう皆さん理解してるんですよね間違えてますか間違えてるんですもうこれはねまずいんですだからえー、えー、でそもそもバーチャルっていうのを英語の辞書を引くと、うん、ちょっと難しいんですけど、うん、本物ではないけど、えー、本物と同じ本質を持ってるっていう意味なんですよねあ<ー>だ,だから嘘もんじゃない そういうことなんですか。え、だからアメリカ人とかヨーロッパの人はバーチャルを的確に使ってるわけです。会場で。日本の場合仮想って訳されてるんで。ええ、そで、ね、な嘘ものみたいにあの思われてるんですよ。<ー>そこが難点ですねうん。でもなんかこうすごくわかりますね。そういう,こう欧米の方たちってそういう自分たちの。提供してるものの、やっぱり価値っていうものをしっかりとこうなんて伝えようと。 いう意欲ってものすごく強いなって私はこの仕事をしてて思っていて、そ,まあ、そこはあの全く劣らないものなんだ。それ以上にねあの瞬間ではそれ以上のものをもたらすんだよっていう可能性みたいなものをちゃんとこう含んだ言葉ですよね。ねいやそうですよね。だから本質っていうのに非常にこだわる。なヨーロッパのフランスの哲学者とか、うん、まあどこの海外の哲学者みんなやっぱ本質にこだわるじゃないですか。そうですね。 日本人本質っていうところあんまりこだわってないんですよね。本当にそう思いますね。こうあいにこうパッと見た目で何かをこう,う判断する。でもあの本当の価値ってその見えないところにありますよね。ねそうですね。さあそういうものもまあバーチャルリアリティっていうのを考えさせるわけですね。そうですね。だからまさに考えさせ本質ってなんだっていうところからやっぱり見抜いていかないといけない。う,、ね、うんだからこう、えー、その体験もね本当に。 価値ってなんだろうで、あとはその人間ってねのこう記憶とかその受け止める脳って何なんだろうっていうところまで、ええ、すごく考えさせられますよね。いやー考えさせられますね。<で> <laughs> その時にじゃあこれが本物でこれが偽物でっていうふうには単純に分けられなくなるんですね。まず偽物の定義とかっていうのも曖昧ですから<う>日本の場合。うん、<の>いやーなんかすごくこう深い。 ものであるし、ちょっと<え>怖い世界に人間が踏み込み始めたなって気もします。<laughs> でも面白いですよ。ね、あの考えることも多いし。はい。じゃあその中でその VR 業界がある意味本当に人のこう経験をものすごくこう広げるよとか、人間のこう豊かなそういったこうものにえっと貢献するよっていうようなことを守っていくために。 やっぱ何に気をつけなければいけないかその課題といいますかどんなものがあると思います一つ言えるのはバーチャルの世界って何でもできちゃいますからやっぱりそのいいこと悪いことを自分でしっかり把握してやるだバーチャルの世界はもう何やってもいいんですから何でもありになってくるわけですよね。うんうんと人間はどうなっちゃうんだろうと<ー>独裁者になっちゃうかもしれないその一人一人が。 ああもうその世界の中では自分が全部支配下、ね、もうやりたい放題みたいになるわけで、うん、でもだからやっぱり本来の教育みたいな道徳って言っていけないんじゃないですか、ね、何て言うんですかね人間としての道徳であるとか哲学であるとかその善悪であるとかそうです、ね、よりそういうものが必要になってきてああもう絶対そうなるでしょうね。絶対そうなる、うんはあ でもぜひそのこう倫理観みたいなものはしっかりとこう継承ならしながら発展をまあ検議していっていただきたいなと思いますけれども。そう私もそう思いますね。うん、うんうんね、じゃその今後の会社の発展。 こうまあ、そんなに会社を大きくしたくないけれども、ね、楽しいことを自分たちのやりたいことをやっていくっていうお話でしたけれども、ね、そのじゃあ楽しいこと、ね、っていうのはどんなことですかうわなんだ自分自身を言えばもうすぐ老後っていうか後期高齢者になりますから、えー、まあ寝たきりでもなんかいろんなことができるシステムを作りたいなと思ってますね今。 山奥の露天風呂に入ってるんだっていう体験をすると気持ちいいんじゃないかなとかああ確かにねそういう高齢者の施設であるとかって非常に無機質だったりする、うん、でもなんかそういうちょっとしたねあのちょっとしたそういう視覚刺激というんですが目からの映像で本当に山奥の露天風呂に入った気持ちになれるわけで、うん、それは普通のつまんないお風呂に入ってるよりかは <laughs> そ,りゃそうですよね <laughs> 最高ですよね。もうそれはご,ご自身のためにも、自分のために、自分のためにね、<laughs> 楽しいことやっていきたい、ええということですよね。いや非常にあの今日は勉強させていただきました。いやいや,いやこちらこそ勉強になります、はい、<laughs> どうもありがとうございますいや。今日は人間の欲求というものは再現がないなというふうにつくづく感じました。 まあこれまで人間はですね実現できること体験できることっていうのは有限だったわけですでもこのバーチャルリアリティを使って無限にしてしまおうというねまあ人間ってわがままなものですよねまあそういう試みがバーチャルリアリティなんだというふうに思いましたけれどもその 事故をね未然に防ぐという非常に有意義な使い方から、もう一方ではですね悪意を持ったまあ本当に人を殺めてしまおうであるとか、本当にこう利己的な使い方であるとか、そういうことも可能になっていってしまうわけですよね。これは人間にとって非常にこう危ういあのモロハの刃だなというふうに感じました。非常に有意義な人間を本当に素晴らしい体験に導く。 いい部分とあとはもう反対にですね、悪い影響を与える部分と両方あると、まあ、だからこそ開発をする人それを扱う人使う人みんなが倫理観を持ってこのバーチャルリアリティというものを育てていく必要があるなというふうに思いました。